はい、目黒区碑文谷の碑文谷公園前からお伝えします。遺体が発見されましたのは私の後ろにありますあちらの池になります。そして周りを見ますと入り口にはですねまだ警察官も立っていますし規制線も張られていて誰も入れない状況となっていて閑静な住宅街の中にあってここだけが物々しい雰囲気を漂わせているそういう状況となっています。そして午後4時前頃まではですねあの域にボートを浮かべて警察官が検証を行っていたんですが今は誰もいない状況となっています。今回の事件今朝10時半頃に公園の清掃員がこの池の周りを通りかかったところ池に人の右足のようなものを見つけ警察に通報しました。その後警察の検証の結果この池からですね成人のものとみられる頭、両腕、両足そして腰の6つの部分がバラバラの状態で発見されました。腐敗はそれほど進んでいないということで明日司法解剖を行って詳しい死因を調べることにしています。でこの碑文谷公園中にはですね野球場やテニスコートなどもある非常に大きな公園でしてそちらの部分に入るには時間決まっているんですが私の後ろにあるこの池の部分はですね門なども設置されていないため24時間誰でも自由に入ることができるということなんです。そして公園の道路を挟んだすぐ向かいには住宅もありまして毎朝ラジオ体操の行われる近隣住民の憩いの場所となっているんです。まあ、そういった場所で起こった今回の事件だけに周りの方々は動揺を隠せない状況となっています。昔から遊んでる公園なんですごく驚いてますし、はい、普段利用することについて何か影響ありそうですか？まあ、ちょっと怖いですよね。結構人目あると思うんですけどね夜かじゃなきゃねちょっと考えにくいですよねこんなところ。駅からこう帰る人も夜遅くまでとっても割と人通りのあるところなのでまさに不安の声が多く聞かれました。ただですね実はこの今回の事件が起きる1ヶ月ほど前にこの公園の中でですね木が何者かに伐採されるという不審な事件も起きているんです。まあ、そのため公園の中見ますとあのように不審な人物がいたら公園事務所まで連絡願いますというような案内も張り出されているんです。近くの住宅にはですね防犯カメラも設置されているところもありまして警察はこの映像も確認も行っているということです。警視庁は今回の事件を死体遺棄事件として近くにある碑文谷警察署に特別捜査本部を設置し明日午前9時ごろから現場検証を行うことにしています。以上目黒区碑文谷の碑文谷公園前から中継でお伝えしました。